はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロ2033リラックス、続きやっていきます。さて、マーケット駅まで、来たわけだけど、ブルモン喋ってる。フィルターを2つ買ってこいって言われたんですが、今武器、リボルバーと SMG ショットガンあって、弾もそこそこある。通過用弾薬もそこそこある。あ、ブルボンじゃなかった、ブルボンかと思った。ボスは忙しい、また後で来い。あの人がボス。マーケット行きね。マーケット。あ、なんか弾薬ゲット。お、にぎわってるね。文字通りマーケット食品かな。武器屋かな。武器屋じゃない、工具。こっち武器だ。弾薬が欲しい、ぜひうちで。弾薬は何が売ってるかな。あ、いろいろ売ってるね。あ、アサルトライフル。あ、アサルトライフル。あれ、これサブマシンガンじゃなかったっけ。まあいいや。じゃあ3つぐらい買っていこうかな。SMG じゃなかったか。ニッキゲット。こっちは、ここを通れるのは住人と作業員だけだ。分かった。こっちが武器屋か。別の武器と交換。あ、なんか良さそうな武器たくさんあるな。ティハール、いい銃に見えるもんな。どうしよう、ちょっとこれ欲しいな。この武器売ろうかな。これ売ります。これティハールって買ってみよう。結構高い、高いお買い物。何が買えっつってたっけな。あ、フィルターあった。2つ買ってこいって言ってたね。これ前回まで何なのかよくわからなかったけど。ああ、そっか、ガスマスクにも効力、効果、効果時間があるから、それを買いだめて使える時間を伸ばさないといけないのか。これ2つ買えばいいのかな。いいレートだ。ブルモンとともに地表に上がる。電話かかった。地表ってことは初めて地表に行くんじゃないかな。プロローグ以来。ダメよケイト、1週間前にも買ってあげたでしょ。え、ネズミ買うの。ブルボンどこにいるかな。結構お買い物しちゃった。さて、ここの人間と話はつけた。欲の顔の突っ張った野郎だが、それはどうしようもない。よし、それじゃあ出発だ。行き方は知ってるな。地表に出てドライ駅へブルボンはもう借金してて、なんとか嘘ついて言いくるめてるから、ここを離れたくて離れたくて仕方ないんだね。ブルボンか。知らないようだな。なんだ、早く言え。マイクにはもう支払った。俺は何ももらってないぜ。まあ通りたくないなら。
まったく、あんたと取引できて光栄だよ。いいってことよ、ほんの冗談さ。全員準備しろ、ゲートが開くぞ。本気ですか、司令官。位置につけ、援護しろ。くそ、ほんと嫌だよ。そっか、開けた瞬間モンスターが待ち構えてるなんてこともあるかもしれないしね。感謝する。さっさと移動しないとな。よし、負けていきよ。後にん、あギリギリ逃げた。あ、でこれでか、見れなかったモスクワの廃墟を目にした時、僕の心中は恐怖と悲しみの両方で満たされた。だが一生を地下で過ごしてきた僕は、暗雲立ち込める空や凍てついた大地に奇妙な美しさを見出してもいた。ブルボンが言った、これが死の街だ。おかえりアルチョム。死滅した街モスクワかな。武器の説明が途中で止まっちゃったけど、とにかく十分注意しろ。ガスマスクつけよう。幸せそうな住人との対面だ。お、ストーカーと呼ばれるイカルタ悪魔どもはほぼ毎日地表に姿を見せる。スクラップや弾薬など手当たり次第に探してるんだ。たまに奴らの凍った死体を見かける。ガスを貯める。ボロをまとった雪だるまのようだがな部屋を注意深く調べろ。他にも何か見つかるかもしれん。奴らは大抵地表にアジトを作ってる用心のためだ。とにかくこの周囲をよく調べてみてくれ。調べてみよう。これはじゃあ圧力を貯めて使えて武器なんだね。さ、サソリな気がする。貪欲か、素晴らしい。襲ってはこない。助かったぞ友よ。いや、負けていき、なんとかスルーしたけど準備はいいか、行くぞ。ブルボンは今後大丈夫だろうか。もうなんもないかな。通気口に向かい、そこからドライ駅まで降りるんだ。そこでお別れだが、俺の影響はお前にやる約束だからな。あ、約束だ。借金を払う約束は破ったけどな、お前は。おお、これが地表、荒廃した。隠れろ、ボヤ。え、そのまま隠れてろ。野外で敵と出くわしたら近くの陰に潜り込め。オッケー。連中をデーモンと呼ぶやつもいるが、俺はクソったると呼んでる。フィルターを交換する。あ、これか。あ、なるほどね。フィルターでそこのことか。そう、これが死の町だ。おかえりアルチョム。ただいま。アルチョム自身記憶がないと言ってたけどね、ちびっこの頃だから。ジャンプ。あ、ちょっとちょっと、あ、落ちた。わ、冷た。あ、ブルボン。うわ、汚い。あ、吹ける。迂回していけ、アルチョム。水たまりに足を入れるな、汚染されるぞ。汚染される。ゲートのある建物が見えるか。お前のターゲットは裏庭にある通気口だ。ドライ駅まで繋がっている。俺は建物内で待つ。レンジャーのアジトが上の階にあるんだ。急げよ。黄ばんだ雪を踏まない。わあ、迷いそうだなこれ。えっ、どっ、パチパッと直してコンパスを確認する。あ、そうか、このジャーナルのこれが
目的地なのか。なるほど。あ、危ないな。とりあえずこっちだな。わ、荒廃してる感がすごくある。あ、やった方が良さそうな気がする。よし、なんもない。なんかありそう。この辺隅々まで冒険したいな。鍵かかってる。あ、フィルターやっぱあんま持てないなこれ。ん？よし、早く進んだ方がいいかな。早く進んじゃおう。うわ、また来た。あ、持ってこないから行っちゃおう。こっちに何もなかった。あ、まだいる。よし、こっちにとりあえず階段登るか。開かない。ん？救済？え？何？ちょっと感じる。ん？何？これやめてくれよ、怖いわ。これ謎の声。見間違え？いや違うよね。ミュータント？うわあ、メディキットがあったな。このガスマスクについてるこの上下のこの水滴が消せないのか。フィルターつけて、なんかフィルターもほっといたらだんだん時間伸びてってんなこれ。あんま気にしなくていい感じかな、交換は。とりあえず示せてる。ん？なんだこれ、なんか見たことあるぞこの武器。そうだよね、買う必要なかったな。気づいた。コンパス。あれ、こっち行けないけど。進めない。もっと下に行けた。あ、ちょっとやれるか。よし、圧力もかかってんだろうねこれ。圧力のため方が何だったっけな。こうしてこうか。あの水鉄砲とかみたいな。溜まった。あれ、ここ1階だけど戻ってきちゃった。持ってきちゃったのかな？あれ？ちょっと、目的地がよくわからないな。はい、迷ってます。で、どこ行けばいいんだこれ。矢印書いてあったから、やっぱこっちでいいんだろうな。一旦外出てみよう。
ちょっと戻るか。これ足入れない方がいいんだもんね。どうしようかな。本当に入れない方がいいんだよねこれ。あ、よくないっぽい。やめよう。どうしましょうか。なんかいるなあそこに。あ、なんかたくさん来た。あ、たくさん来た。どう、こっちからも来た。いて、出て、たくさん来た。よし、どこ行ったらいいんだろう。矢印にしたかったけど。あ、また来た。弾ないや。もうちょっと探索してみようかなこの辺。こっちも普通に行っちゃえばいいのか、降りずに。そうだな。あっさり行けた。ここは開くかな。よい、ノー、連打、連打。よし、危ない、フィルターあった。あ、この人のか。弾いただきます。なんだこれ。え、なにこれ。これ使おう。なんか持ちやすそう。え、まただ。誰の声なんだろう。公園。あれ、え、何事。え、撃てないよね。てか撃っちゃあかんだろ。え、え、またなんか変なのいた。でモンスターいるな。お、一発。もしかしたらだけど、この充電器ってあれかな、ライトの充電器かな。そんな気がしてきた。で、フィルター交換。上、まただ。あ、これ中入ってくるだろう。弾いただき。やろう。強いなこれ。AR なんかより強いな。お。よし。ちょ、勇気と使おう。向こうか。迂回してホテルの裏でブルボンと合流するだもんね。ちょっと時間かけすぎかな。ここ渡れるな。おお、え、あれやれるんじゃね。
飛んでった。弾。ここ入んない方がいいもんな。こっち行って。ここ行けるか？行けない。ん？あ、こっち行けるな。うわ、死んでる。あれ、ジャンプしていけんのかな？ジャンプ。あ、上なんもなかった。うえ、汚い。ダメだな。あれなんか危ないな。どっか行ってくんないかな。いや、危ないな。こっち行けんのか。うっ、あ、トラップ。え、何もわからなかった。トリップワイヤーみたいなのあったか今。あ、あった。普通にジャンプ。開ける。トリップワイヤーに注意していこうとか言って忘れちゃうんだけど。なんかあった。あ、新しいガスマスク。ここはなんもない。これ解除できんのかな。できる。よし、さっきこれに引っかかったんだな。あ、ここにもある。さっきから銃声が聞こえるんだけど。開かない。開けれない。ジャンプ。おぉ、死体。至るところに死体があるな。ちょ、トリップワイヤーがないか心配だな。弾あった。出たな。地方角かな。あれ、いけない。こういう段差とかをジャンプしたりしないんだ。お、危ない危ない。よ、こっち行って、フィルター交換。あ、ブルボンか。いた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 。いや、ここまで結構長かったな。もう少し、あとは中庭を残すのみだ。中庭。圧力の武器の弾が消えちゃった。意味はないけど、マスクを拭きたくなってしまうな。あ、なんか飛んでったな。このまま移動するぞ。さあ、聞かれる。え？少し交代しろ。あ、
やばい気がする。ノー、リロード。やばいな。まあ、このリボルバー強い。てかブルボン強い。その武器ぜひとも欲しいわ。リロード。サブマシンガン使おう。サブマシンガンじゃないや、これ AR なんだっけ。リロード。人間戦車。あっ、待って、こいつらどうすんの。え、いて、逃げる、いて、あっ、ちょっと助けて。どう、つい、やばい。ブルボン、早く。地下に降りていきつつ、僕は町がもはや見知らぬ危険な場所になってしまったのを実感していた。メトロの暗闇の方がむしろ安心する。ブルボンの言うように、ドライ駅に友人がいるならなおさらだ。第三章、カーン。ドライ、あ、ドライ駅に着いたのかな。よく聞け。この駅は野党が制圧している。気づかれないよう辺りを調べなきゃならない。仲間がいなかったらすぐに脱出するぞ。オッケー。音楽かかってるな。この腰は見覚えがある。行くぞ。仲間がいるかな。難しいな。よし、お前はここに残ってくれ。あ、ブルボン一人で行く。まずはやったね。え、止まれ止まれ。誰だてめえは。おい、誰かライトをよこせ。お、これはこれは大丈夫か。ペテン師ブルボンじゃねえですかい。どの口で言ってやる。ボスに合わせろ。ビジネスの話がある。ボス知らねえな。え、もちろんいますぜ。チープな音で殴られてる。やつを引きずって聞くか。来い、続きは後にしてやる。早く来るんだ。ああ、あっさり捕まった。武器とバッグだけ置いててくれた。何か置き忘れがないか調べてみろ。奴の持ち物が見当たらない。いただき。ネズミ以外何もないぞ。よし、じゃあ行くか。しかも AK まで置いててくれた。ちょっとこれ捨てていこう。AK。 OK、 じゃあ切りがいいから今回ここまでしようかな。ちょっとブルボンを助ける。ここはドライ駅なのかな。まあ、ドライ駅だったとしてもなんかちょっとブルボン野党か何かに捕まってしまったので助けたいと思います。違い。じゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。